どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このちっちゃいウクレレを使ってこれ押さえづらい、押さえにくいよというコードの濃厚解説をしていきたいと思います。はい、もしかしてこの動画初めて見てくれる方もいるかもしれません。ウクレレってめちゃくちゃ簡単で楽しいんですよ。今日は難しいコードを解説していますけど、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでウクレレ始めたらめちゃ簡単に楽しくできます。やってみたいなと思った方、ここから、リンク先に行ってもらってウクレレ触ってどんどん練習してください。あっという間に弾けるようになりますからね。はい。で、今日はですね、そういうわけで、ちょっとガズレレでよく出てくるガズレレではですね、こう、簡単バージョンとかっこいいバージョンって一曲に対して、こう、2パターンの演奏動画を上げてるんですけど、簡単バージョンは簡単コードにアレンジしてますけど、かっこいいバージョンではですね、結構押さえづらいコードもちょこちょこ出てきます。そこで、質問が多いコード、で押さえづらい、音が上手くならないというコードを、シリーズで今取り上げております。第1回目はですね、Gm7 というコードを取り上げて、濃厚深掘りしたんですけど、あ、その動画ちょっとここら辺にリンク貼っておきますけど、Gm7 でちょっとね、難しいコードなんですけどね、以前解説しました。今日第2弾ということで、今日取り上げたいコードは、こちら、ドン !Aシャープ! これ、苦手な人めちゃくちゃ多いんです。これもですね、じっくり今から掘り下げてまいりましょう。はい。で、いつものことなんですけど、これはね、やっぱりね、質問がすごく多いというのが一点と、ガズレレ大学でもですね、やたらとこれは抑えづらい、音が上手くならないですという質問をすごくいただくんで、ガズレレ大学は毎週2回のライブ配信によって、皆さんチャットとね、こう対応しながらやってるんで、もう何回となくその A シャープに関してはみんなで深掘りして取り組んでいるんですけど、そこの中で、ガズのアイデアもあるし、その生徒さんたちから上がってきたね、アイデアも、合わせてね、ここで皆さんにシェアして共有していきたいと思います。そしてね、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、ガズレレ大学めちゃ楽しいですよ。毎週2回のライブ配信による講義があります。毎月590円の活動費を頂戴しているんですけど、どんな質問もその場で受けて、的確にどんどん進めていきます。それで、毎月1回、大体大まかにですけど、課題曲を決めてて、もうそれ取り組んでいくんですけど、今はエリック・クラプトンの Tears in Heaven をやっています。3月は、2022年の3月は Tears in Heaven。で、来月、4月からは、ルパン三世のテーマ、始まります。これはやりたい人多いんじゃないですかね。はい。1ヶ月丸々、この、濃厚レッスンをしていきたいと思います。ぜひ、ガズレレ大学もご検討ください。あ、これね、ちなみに8ビートの茶以上は弾けといた方がいいと思いますね。それまではちょっとガズレレ動画で練習しておいてください。じゃあ、そうです。今日は行くよ。A シャープの押さえ方、濃厚レッスンに入っていきます。まずは基本的な A シャープの押さえ方なんですけど、初心者の方は、この間やった Gm7 の押さえ方の発展形がいいと思います。Gm7 と A シャープって見て、1個しか違わないんですよ。1個押さえるか押さえないかの違いなんで、基本仲間なんですけど、まず1個目の考え方は、Gm7 の延長って考えてください。Gm7 ちょっと思い出してほしいんですけど、押さえる場所、こことこことここの3箇所だったんですけど、あと、こういうふうにまずシンプルな押さえ方として、ここを押さえてちょいちょい。これが A シャープですね。はい。これが押さえづらいんですよね。で、その前回のところで言ったんですけど、A7 のところからパタンと倒してちょいちょいでもいいと思います。わかる?ちょっとこれもだいぶいいよ。A シャープじゃない。A7 わかる ?A7 入門コードのうちの1個の A7 を押さえるでしょ。このまま下に倒してください。パタンと。そして、同じ3弦の2フレットと4弦の3フレットを押さえます。こんな感じの形になる。これだけで結構押さえられるようになる人多くなるんじゃない?どう?ちょっとチャレンジしてみてください。今。ほら。結構なった人多いんじゃないかなと思います。あともう一個 Gm7 の考え方でいくと、もう一個出てきたのは、この指、1弦と2弦の1フレットの指を角度つけてこうやって押さえるって言うんです。で、これも延長してここまで押さえちゃうんですよ。これをこういう角度つける。これも結構いいんじゃない?これで押さえられる方も増えると思います。これガズレレ大学ではこれが大好評で、角度をつける。これもガズのアイデアじゃなくて生徒さんからのね、アイデアだったんですけどね。はい。こんな感じ。指がだいぶこんな角度ついてます。これもすごくいいよということでございますね。はい。A シャープ。ここをこうやってひねってちょいちょい。あるいは、まあ、典型的なのでいくとこうちょいちょいで。あと A7 を押さえた時に倒してちょいちょい。はい。押さえる場所はどっちにしよう。こことこことこことここの4箇所ですからね。この辺まず第一設定としてはこの取り組んでみていただきたいなというふうに思います。で、A シャープの基本的な押さえ方。ガズとかが押さえるときは、制覇とかバレーとか言われる押さえ方で、押さえております。制覇とかバレエっていうのはその動画の中でもいつもお伝えしてるんですけど、ちょっと見てくださいね。1フレット全部をビチッと押さえちゃって、ちょいちょい。
このね、セアとかバレとか要は全部押さえちゃうことを言うんですけど、これができると他のコードでもめちゃくちゃ応用が効くっていうのがあるんですけど、その中でも A シャープは1フレットじゃないですか。ここが一番要はね、ナットの近くなんで押さえるの力がいるんで、ここが難関になります、セアでやるときはね。で、まずこの練習始める前にセアやるときに、ウクレレのこの弦高っていうのはこの弦から指板のこの高さなんですけど、押さえるときにここが高ければ高いほど力がいるから、やっぱなかなかそのウクレレを取り替えるだけで押さえられるだよっていう人も結構多いです。よくあるのは本当に3000円とか4000円とかの安い初心者用とか入門用のウクレレに関して言うと弦高がすごい高いのが多くてですね、ガズさんでも抑えられないウクレレかなりありますからね。ちなみに宣伝ですけど、ガズのわがままウクレレシリーズとか G ラボで生み出しているウクレレはかなり弦高を抑えめに設定してるんで、相当 A シャープ抑えやすいと思います。はい、じゃあちょっとレクチャーしていきます。まず基本な情報としては、こうね、まっすぐです。で、指ここにスペースを空けてくださいよ。指ここまっすぐにしてください。で、親指で挟むんですからね。で、こういうイメージです。こういうイメージ、この親指と人差し指がこういう風に合わさる感じ。こうじゃないですよ、こうじゃないですよ、こういう風、これをこういう風にします。だからここにスペースが空きますね。はい、そして押さえといてちょいちょいなんですけど、その前にこれ4本これで鳴るかどうか見てみましょう。これどう鳴った？1弦から4弦までの1フレット、これがまず基本ですね。なんだけど A シャープの場合ここちょいちょいってこう足すんで、もうぶっちゃけ言うと人差し指のこの3弦4弦は押さえてなくてもまあいいはいいんですよ、こっちで押さえてるからね。はい、なんですけど基本はこういうことになってます。はい、その時にキーポイント、これからちょっとねサラサラと言ってきますんで、ちょっと何回も見て、なるほどと思ってください。まずですね、人差し指よく見てもらうと、今ここで押さえてるわけですけど、ここに節があるでしょ。この節のところに弦が入っちゃうと、ここ押さえられなくてプチって言っちゃうんですよ。じゃあどうしたらいいかということで、1個目の提案はここで押さえるんじゃなくて、あのね、ここで押さえたい、ここではなくてこの面、そうするとどうすればいいかというと、こういう風に普通に押さえておいたらこうするんです。ちょっとだけよ、気持ちね。そうすると結構ね、平らになって抑えられたりします。その時に体を入れ込んだり、はい、あとウクレレを逆に下向けるぐらいがいいですね。こっち向いてると抑えられないですよ。あ、これ基本ですけど、ウクレレ弾くとき指板見たいから、こうやって自分の方を向ける人すごく多いですけど、これダメ。いや、抑えづらいから、だから見て、手首が不自然になるでしょ。そうじゃなくて、ウクレレは動かさずに自分が見に行ってるんですね、こういう風に。はい、逆に言うと A シャープなんかは下向いてるぐらいの方が押さえやすいんですよ。はい、力入るからね、こっちの方が。これもまずキーポイント、下向けるのもいいかもしれない。 A シャープの時だけこんな感じで、はい、 OK、 はい、でこれで鳴った人はもうそれで OK だと思うんですけど、それでもね鳴らない人、ちょっとの違いなんですけど、ちょっと人差し指見てて、ズン、3ミリぐらい位置ずらしてみて、下でもいいよ、3ミリぐらいずらすだけで結構鳴ったりします。なんでかっていうと、さっきも言ったようにここに節があるから、この節からちょっと 2,3 ミリずらすだけで節から外れる時があるんですね。こういう風に押さえた時にちょっと上にずらすとか、ちょっと下にずらすとかやってみると結構鳴ったりする方多いです。はい、まあ、もちろんちょっとこっちのイメージね、ちょっとこういう感じで力を入れる。はい、で逆にうまく押さえられない人のもう典型的なパターンは、まずここ見て、ここ曲がってたらもうダメ。はい、制覇しようと思った時、ここ曲がってたと思うんですよ。まっすぐにしないと絶対に抑えられないです。ここ曲がってたらもうね、もうどうしてもできないんですよ。まっすぐです、まっすぐ、これがねキーポイントよ。で、あとね、親指の位置がなんか変なとこにある、これもダメですね。親指の位置をまっすぐ真後ろに置かないと、こうやって押さえてるんですから、こういう風に押さえちゃダメなんですよ。真後ろに押さえる。はい、で、ある程度力はいりますよ。で、あとは共通の、キーポイントとしては、ちょっとテコの原理を使ってこっちに引っ張り込む力、こういう力をつけてくれる、こういう力ね。そうすると1弦と2弦のところに人差し指の腹が当たるんで、腹がこうグッとロックする感じで、こうやってやってみる。はい、この辺がですねキーポイントかなと思います。 A シャープなかなかつまずく人多いんですよね。で、弾けてるか弾けてないかの確認は、1個ずつこうやって弾くのがいいですけど、アルペジオとかいいですよ。こんな感じで綺麗に音が全部鳴っているかどうかですね。ここでうまく押さえられてないとこんな感じになっちゃう、プチプチ言っちゃう、プチプチ言っちゃうと、これバラードとか出てきた時にはね、なんか興ざめしちゃうでしょ。ここはグッとこう気合を入れて、で、ガズの演奏、デモ演奏でもちょっと A シャープとか出てくる時にやっぱりよく見てもらいたいんですけど、体のね入れ方を変えてるんですよ。ちょっとじゃあ C から A シャープいってみますね。
に寄せるとか、角度変えてみるとか、なんかこう、この角度結構大事です。あと人によってはこっちに向け、こっちを、ウクレレをこっちの方向に向けると勝手に指がこう角度に変わるんで、それでも抑えられるという人がいます。まずはそういうところで、このグリップ感、こう A シャープをグッと掴んでる感じをですね、体感してください。どっちにしてもですね、ある程度は力いりますよ。もうどうしても。だけど手首がもう痛くなるほどは力いらないと思うんで、はい。ちょっとこのあたり、ちょっと今駆け足で説明したんですけど、大きく2つに、分けて説明しました。まとめると、Gm7 の抑え方を基本にするパターンの時は、Gm7 の時と同じようにやってみる。はい。で、制覇バレー、これ A シャープに限らず、制覇とかバレーとか、今後ね、知っとくといろいろいいんで、制覇とかバレーの時はそのね、同じようなこの、フレットが変わってくるだけですからね、いろんなやり方、さっきの説明でちょっと確認して、やってみるのがいいかなというふうに思いますと。これが A シャープの、濃厚解説になります。今回これ2個目の動画ですけどね、最初にやった Gm7 と A シャープってすごい基本似てるんで、ヒント、共通、お互いのヒントになることすごく多いと思いますんでね、反映させてやってみてください。A シャープは Gm7 より実はかっこいいバージョンでもいっぱい登場するかな。A シャープ抑えられなくてちょっとね、諦めてた方、今回この動画でちょっともう一回、チャレンジしてみましょう。そして皆さんお知らせです。ガズの、初めてウクレレ、わがままウクレレ、薄レレの、ウクレレの再販売が開始されております。ご注文いただいたら即発送となっております。ちょっとね、3連休、3月の3連休でガズレレと G ラボでお台場でイベントがあったんですけど、そこに来れなかった方多数いらっしゃると思いますんでね、今月も発売していこうと思います。はい、こちらここにリンク貼っておきますけど、ここの公式ホームページの、販売ページのところに行ってもらうと、在庫情報も、わかるようになってますんで、ぜひちょっとホームページ見に行くだけでも見に行ってください。そしていつも使っているガズの、ガズモデルと、ヴィンテージシリーズとか、セミオーダーに関しては予約受付です。で、以前よりはかなり早いスパンで皆様のお手元にお届けできると思うんで、納期に関してはちょっとね、質問ホームページからしていただくと分かるようになってますんで、そちらの方もぜひ、見てみてください。見るだけでもね、楽しいことになってますからね。よろしくお願いします。です。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られる。ことになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンと2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかももう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、まだそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。